やったぞー、これだー、これを待っていたー、全速前進だー、うるせー、相変わらず騒がしい奴らだぜ。いやー、騒がしくて、すまなかったね。迷惑この上ないわ。まあまあ落ち着こうぜ。どうせまたファンファレで新キャラが出たんだろ。ああ、その通りだ。まさにその通りなんだよ。あいつ未だ死なかったか？呪術廻戦一の美少女。優しく、可愛く、いい女。その名は、ミワカスミー。お、とうとう SSR のミワちゃんが実装されたんだな。ああ、そうなんだよ。見たまえこの横顔。美しい。はいはい、わかったわかった。そんでもって今回のガチャはこれだな。あ、新海藻残士もまた実装されるんだな。海藻残士だけ増えまくってるよな。まあどこのソシャゲも似たようなもんじゃろ。よしお前ら、今回は何としてもミワちゃんをゲットするからな。あいよー、丘の下ー、もっとやる気だぜー。呪術廻戦、ファントムパレード。少しでも、一級術師に近づきたいんです。よしお前ら、気合い入れろゴルアー。まったくうるさいやつだよ本当に。そんじゃあ最初はいつもの単発シリーズ行く感じか。そうだぞ、回すんだ、とにかく回すんだ。だが、単発だからテンポよく行かせてもらおうじゃないか。そうだな、時間がもったいないもんな。そんでうぷ主よ、今回は何連やるんだ。とりあえずは100連は確定だな。だがそれで出なかった場合、次は150連だ。もう天井になっても構わない、それほどの魅力があるのだ。でも本当のところは？まあ天井まで行くまでには再生母体だけでも出てほしいもんよね。でもかつて国崎のバラガチャでは初の天井を見たからな。定期的に来るとしたらそろそろなんじゃない？恐ろしいことをさらっと言わないでくれよ。まあそうだとしても最近の私はいろいろ吹っ切れてるので構わない。え？そうなの？どういった心境の変化なの？まあ普通に仕事が忙しいのと、そのストレスを溜め込みすぎるのも良くないから、ファンファレをやることでストレスを発散させるんだ。そんでそれに関しては金に糸目をつけないことにした。ドラゴンボールレジェンズは？あれはダメ。もうあのゲームのガチャを続けると、ドラゴンボールが嫌いになってしまうからもうあれは引退だ。あ、ドッカンバトルは続けていきます。私たちも裏で見てたけど、ガチャ結果が悲惨すぎるよね。6周年全然盛り上がらなかったわ。リリース当初からやってきたゲームだけに本当に残念すぎるな。ふん。レジェンズの話はもうやめよう。ほらここからは10連ガチャをやっていくぞ。最初は黒線はなしだな。うん、これは何もないし、昇格もないね。私のタップもとても速くなっております。福岡文庫こうしても捕まえよ。ほい、20連終わったけど SSR はなしだな。大丈夫、そろそろ SSR は出るはず。じゃないと確率的におかしい。確かに海藻残士ぐらいは出てきてもおかしくないもんな。なんで？なんで SSR 出てこないの？せめて海藻残士ぐらい出てもいいじゃん。これはあれだな、完全に悪い流れになってきてるね。これは一回仕切り直した方がいいんじゃないか。いやまだだ、まだ合わせるような時間ではない。確かにそうだね、まだたったの30連だ。まだ残り220連もできるんだから焦る必要はないもんな。そうだよな、今回はうく主の強い意向によって回しているガチャだからな。こいつら今回は責任も何もないから強気だな。おっと、SSR 海藻残士が2枚いったね。さすがに2枚もくれば旧海藻残士当たるだろう。ふむふむ、1枚目は違ったようだな。少しでも多くの善人が引き玉で後悔。私も まさか2枚も来ていたのに新海藻残士が出ないとはね。
ちょっと前まではだいぶ調子良かったから反動が来ているのかもしれないね。ちなみに単発ガチャでこちらの体術版企画外をゲットしております。ある意味このアカウントの運はここで使い果たされてしまったのかもしれないね。いや、まだだ。黒線が出た。ここで決めようじゃないか。まあさ、SSR 回想版死に前だったな。しかも既存の回想版来たよ。おい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 、どうなってるんだよこれは。お、SR だけどミワちゃん2体も来てるじゃん。いや、今回欲しいのはそっちじゃねえし。わかってるだろうが、霊夢のいつもの冗談だろうぜ。ああ、だろうな。だが、まだミワちゃんを当てられていない今となっては、ただの嫌がらせの発言に過ぎないぞ。すまんすまん。それじゃあ続きを見ていこうぜ。おーおーいた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 、確実に SSR キャラがいたぞ。今回の動画初の SSR キャラが出たな。果たして出てくるのはイカサドのキャラか。これを使うのは胸クソ悪いけどな。胸クソ悪いのはこっちだ。まずはわざ。なんなんだよマキ先輩、アイス単発ガチャでも結構な確率で出てくるぞ。そんでもって最新改造残機ストーリーが公開されていた。地元土産買ってきましたか。次でいよいよ70連目。そろそろピックアップが出てきてもいいんじゃない？やっぱり今回かなり激渋だね。海力抑節ガチャが結構いい方な引きだったからか？さすがに関係ないと思いたい。いや、いくら当たりが来ないと言っても私のミワちゃんへの愛は本物だ。だからこそ来る、絶対に来てくれる。だってミワちゃん優しくていい子だもん。そう、おっしゃってますが果たして。もうレアしか来ないと思った中に SSR 回想残死が1枚いたな。これはそろそろ本当に来てくれるんじゃない？さすがにね。お名前を。ふぅ、やっと来てくれた。これがないとミワちゃんをさらに強化できないからな。ちなみにその回想残死の効果は？コマンドスキルまたは必殺スキルに発生。自身に影特性の余ダメージ 65.0% アップ付与。必殺ゲージが最大の場合さらに自身に必中効果付与。そんでトスが最大の場合、自身に影特性の余ダメージが 65% から 70% にアップする。そんでオートスキルが、自身がカウンターかつスキル終了時、自身に回心率 20.0% アップ付与。とまあこんな感じだな。確かにカウンタースキルと書いてある時点でミワちゃん用にしか見えない残機だな。まあそれもミワちゃんが手に入らないと意味がないだな。何度も言わせるな。たとえ好みが焼かれようとも絶対に手に入れてみせる。そんなこんなであと20連になってきたぞ。そろそろ今回の動画が終わりを迎えそうだな。ここまで SSR キャラは1体で、SSR 回想残死は5枚ぐらい？やっぱりいつもより少ない気がするんだが。まあ確かに黒線もあまり見なくなったよね。やっぱり五条先生演出もしかり、少しばかり演出の発生確率を変更したのかな？さて、どうだ？うわぁ、これはくわぁ。あまりにも残念な結果にスキップしてるしな。次で今回最後の10連か。100連ってあっという間なんだな。さっさと当ててくれれば課金しなくて済むのにな。まあこれがウプ主と我々の出演の差なんだよ。言いたい放題嫌がって。最後に出たのが回想残地だけだったか。あ、でもこれはこれで OK だな。新回想残地にとくか。まあこれなら多少は OK だろう。というわけで今回はここでおしまいですね。次回もガチャをぶん回すでー。